アミール・ジョンソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手。現在は、フリーエージェント。ポジションはフォワード。身長206センチメートル、体重94キログラム。NFL 選手のケビン・バーネットとは、重慶帝同士である。ウェストチェスター高校卒業後、ルイビル大学へ進学する予定だったが取りやめ。 2005年の NBA ドラフトでデトロイトピストンズに全体55位で指名され NBA 入りした。入団当初は NBA では出場機会をほとんど得られずシーズンの大半をカブリーグのバットルで過ごした。1年目はフェイエットビル・ペイトリオッツに2年目の2006から07シーズンはスーフォールズ・スカイフォースで過ごした。3年目の2007から08シーズンは カブリーグに送られることもなく、ピストンズで62試合に出場し、平均5.9得点、4.6リバウンド、1.6ブロックなどを記録し大きな成長を遂げた。2008から零九シーズンシーズンは、アントニーをマクダイスに代わり先発出場を果たした。2008から零九シーズン後は、2度のトレードで、トロントラプターズへ移籍した。 2015から16シーズン開幕前の2015年7月1日、ボストンセルティックスと2年2400万ドルで契約を結んだ。2017から18シーズン開幕前の2017年7月2日、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズと1年1100万ドルで契約を結んだ。ありがとうございます。